ビルヘルミーネフォン・プロイセンは、プロイセン王国の王族。全米は、フリーデリケ・ゾフィー・ビルヘルミーネ。フリードリヒ・ビルヘルム一世の長女で、ブランデンブルク・バイロイト編共白・フリードリヒ三世の、日となった。1709年7月3日、フリードリヒ・ビルヘルム一世とその日であった、ゾフィー・ドロテア・フォン・ハノーファーの間に、第二子として、ベルリンで生まれた。母のゾフィー・ドロテアは、 ビルヘルミーネを、老いのプリンス・オブ・ウェールズ・フレデリックと結婚させることを計画した。しかしこれは成立せず、結局、ビルヘルミーネは1731年11月20日に、ベルリンで、同じ方ンツオレルン家のブランデンブルク・バイロイト編境伯フリードリヒ3世と結婚した。1735年に、夫がブランデンブルク・バイロイト辺境伯領を相続すると、二人は、 宮廷所在地であるバイロイトに、辺境博化劇場、シングードのエレミタージュなどを建設した。シングデンやエレミタージュの内装は、東洋趣味を取り入れた、得意なロココ様式で、バイロイトイコールロココとして知られている。また、エアランゲン大学が設立されたのも、フリードリッシ世産生地成果のバイロイトであった。このような多数の資質のため、 財政が破綻の瀬戸際まで追い込まれることになった。またウィルヘルミーネは芸術家への援助にも熱心で、バイロイトは神聖ローマ帝国の文化の中心の一つとなった。さらに、ボルテールや弟のフリードリヒ2世が時々訪問してその評判を高めた。音楽を愛し、当時最高のリュート奏者であったシルビウス、レオポルトヴァイスにリュートを支持し、自らも作曲を行った。 1756年に7年戦争が勃発すると、ビルヘルミーネは南ドイツにおけるフリードリヒ2世の目と耳の役割を果たした。これは1758年10月14日に彼女が没するまで続いた。この日は、ホッホキルヒの戦いで、フリードリヒ2世へ率いるプロイセン軍がオーストリアに敗れた日でもあった。彼女の遺体は、 バイロイトの白付属教会に葬られている。また10年後の期日にフリードリヒ2世によって彼女を記念して算数支給殿内に友情の寺院が建てられた。指定の中は生涯にわたって非常によく不穏に虐待されて育った幼少期のフリードリヒ2世にとっては彼女こそが最も心を許せる存在だったという。夫であるフリードリヒ3世との間には 以下の数名を設けた、算数子宮殿の友情の寺院、ありがとうございます。